一つなのか、どこにでも転がっているのかい。一体そんなものがあるんだろうか、何もわからないで僕はいる。そしてそれがあるとすれば、どこまで行けば見えてくるんだろう。そしてそれがないものねだりなら、何を頼りに生きて行けばいいんだろう。何もわからない、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 何もわからないで僕はいる。母親がいる。どちらも愛してる、どちらも恨んでる、どちらも泣いている。友達が殴られて仕返しをしに行った男がいる。その殴った相手も友達だったので、困ってしまった男がいる。偉い人は僕を叱るけど、その自信はどこから来るんだろう。でももしも僕が偉くなったら、やっぱり僕も誰かを叱るだろう。何人もの人を殺した男がいる。かけがえのない命を奪ってしまった。次はこの男が殺される番だ。かけがえのない命を奪ってしまう。男が殺される、男が殺される。誰も何も言わない。男が殺される、男が殺される。みんながそれに賛成したのです。女はいつでも威張らせておくけど、どんな目で男を見つめているんだろう。僕が何気なくつぶやいた言葉が、君をとっても悲しませてしまった。慰めようと言葉をかけたら、君は泣き出してしまった。長い間君は辛い思いをしてきたのでしょう。やっと君を幸せにできると思ったのに、君はもういない。
野良犬の悲しみはどこにあるんだろう。うちの子犬はとても臆病で一人では街を歩けない。首輪をつけるととても自由だ。僕を神様だと思っているんだろう。拳を上げる人々と手を合わす人々が言い争いを続ける間に、ほらご覧なさい、野良犬の母さんが可愛い子犬を産みました。言葉では僕は満足できないのです。天秤ばかりは重たい方に傾くに決まっているじゃないか。どちらももう一方より重たいくせにどちらへも傾かないなんておかしいよ。ごまかさないで、そんな言葉では僕は満足できないのです。天秤ばかりは重たい方に傾くに決まっているじゃないか。どちらももう一方より重たいくせにどちらも傾かないなんておかしいよ。